ドアノブを触った瞬間、ビビッと刺激を感じた経験はありませんか？それは人とドアノブの間で電子の移動が起こり発生した静電気による現象です。このように人は微弱な電気を帯びて生活しています。一方、心電や脳波も微弱な電気信号として検出することができます。その微弱な電気を利用してヘルスケアに活用しようと研究を進めているのが、山形大学大学院有機材料システム研究科の松井博之准教授です。松井研究室では有機半導体を使った柔らかい電子デバイスを印刷で作る研究を行っています。現在、非接触で微弱な電気を測定する近接センサシートを開発中です。センサの仕組みは、静電気のようなプラスの電荷を帯びた物体がセンサ部分に近づくと、そこにマイナス電荷が集まります。電気的につながっている反対側には打ち消すようにプラス電荷が集まります。その上に配置された印刷で形成された有機半導体にマイナス電荷が集まり、回路に電流が流れます。帯電物がさらに近づくと、より多くの電荷が集まり、電流が流れる量も多くなります。その電流を測定し、微弱な電気を検出することができるのです。絶縁層以外の層は印刷によって作成、回路の印刷パターンは CAD で設計します。設計に基づき、金属ナノインクや様々な有機半導体インクを使って印刷します。グレーの部分はカートリッジの金属ナノインクを使用し、インクジェットプリンターで描画します。次に、緑色の部分は有機半導体インクを使用してディスペンサーで描画し、センサシートが出来上がります。金属のインクは非常に粘性が低く、それから細い線を描画したいということがありますので、インクジェット印刷を使用します。一方、こちら有機半導体材料はまた特性が違いまして、いろいろなインクを扱えるこちらのディスペンサーという装置で印刷をします。完成したセンサシートは試験装置を使って評価を行います。さまざまな工程を経て、微弱な電気をセンシングすることが可能になるのです。現段階では静電気を検出するレベルですが、センサの性能を高め、さらに微弱な人が発する心電や脳波の測定など、ヘルスケアへの応用も期待できます。非接触だから違和感なし、印刷デバイスだから形状も自在、人の健康や安全のため近接センサシートにできること、社会実装をイメージしながら研究開発を進めています。